これコラーゲン。おすっごい。ここはあの路地池になります。かなりもう20度以下になると冬眠に入るんですよ。冬眠から開けて餌食わすると夏まではもう食べれるサイズ。なるほど。甲羅でいうところのコラーゲンはここなんです。このもう一回りこのコラーゲンがこうついてるんですね。でこの辺からもう画面にね。だけどもそのスープの代わりをお待たせしました。私どもの場合は野菜はまだ入れません。一番最初のお肉と水だけで作ったすっぽんスープをゆっくり召し上がってください。エンペラ、ヒレ、コラーゲンが多いとこです。そして黒いのが肝ですね。でここの身のところもプルプルっとしたあのコラーゲンたくさん含んでおります。